よろぶんあにあせよ。ゆうやんのカンドラニュースのお時間です。本日のラインナップはこちら。今回もたくさんのニュースが舞い込んでおりますが、まずはこちらのニュースからお伝えいたします。YouTube 上で韓国のエンタメ情報を発信している通称通りカイのおかまゆうやんが新たな企画の開始を発表されました。ゆうやんのカンドラニュースでは韓国ドラマや俳優に関わる最新情報、 また、各主要 VOD サービスの配信情報をお伝えする企画とのことです。今回の企画開始に伴い、今まで不定期に配信していた何月のネットフリーという企画は終了。終了に関して、ゆうやんは、世間で飛び交うカンドラの最新ニュースとともに、幅広く各サービスの配信情報をお伝えすることで、今後は Netflix 以外のサービスに加入している沼民の皆様にも、より楽しんでいただけるのではないかとコメントを残しております。 ゆイやんのカンドラニュースは今回の動画から毎月配信予定です。それでは早速各サービスの配信情報をお伝えいたします。まずはネットフリックス。映画からは韓国歴代興行収入を記録したエクストリームジョブ制作人が送る待望の映画が見放題では日本初配信です。ドラマからは子役から演技力に定評のあるヨージング様主演の時代劇ドラマ。 SF9 のセンターロウン様が初の時代劇に挑む話題の最新ドラマ。わかっていても出演から日本でも認知度が急上昇したハンスヒ様主演の最新作。今月もネットリックスならではの豪華ラインナップとなりました。続いてアマゾンプライムビデオ。ドラマからは両作全話配信とともにレンタルを除くと日本初の見放題配信となります。 そして今年デビュー10周年を迎えたパクソジュン様。コロナ禍の中、オンラインで開催されたファンミーティングがこちらも日本初配信となります。韓流コンテンツへの本気具合が伺えるラインナップです。最後に DTV、Hulu。両サービスともに同じ日に配信されます。アラフォー女子3人の恋愛、仕事、ライフスタイルを描いた共感とときめきが止まらないラブコメドラマです。 ぬまみんご用達の配信サービス、ネットフリックスが9月26日、ファン向けイベントトゥドゥームを YouTube 上でオンライン開催いたしました。韓国作品ステージでは、スーパージュニアのヒチョル様、エクソのカイ様が進行を務め、ネットフリックスの申し子、ソンガン様や、韓国で高評価を受けた DP からチョンヘイン様の独占映像を公開。 また、年末年始に配信を控える待望のネット f リックスオリジナル作品5作の最新情報も公開いたしました。4年ぶりのドラマ主演となるユアイン様と新幹線の監督がタッグを組むファンタジーホラードラマ地獄が読んでいる。2021年11月19日に配信。トップ俳優コンユ様、ペイ・ドゥナ様が主演を務める待望の SF 映画静かなる海。2021年12月に配信。 キム・ムヨル様、キム・ヘス様が主演を務める地方裁判所少年部が舞台の法廷ドラマ、少年審判。韓国ドラマの未来を担う若手俳優が連なったウェブ漫画原作のゾンビドラマ、今私たちの学校は、両作2022年1月公開。少女時代ソヒョン様、有城ス・イ・ジュニョン様、大御所現役アイドルのお二人が主演を務めるロマンス映画、モラルセンス。2022年2月に公開。 これらの内容が見れるイベント映像のリンクは概要欄に記載しております。9月17日にネットフリックスで全世界配信された韓国ドラマイカゲームが世界23カ国でデイリーランキング1位を記録いたしました。1位を記録した国にはアメリカも含まれ、韓国ドラマがアメリカのランキングで1位を獲得するのは今回が初めてです。 同作は456億ウォンもの賞金がかかった謎のサバイバルゲームに参加した人々がそれぞれの過酷な現実から脱出するために命がけで極限のゲームに挑戦する物語です。また今回の快挙の裏にドラマに関した問題も浮上しています。作中登場した電話番号が実際に使用されている番号だったことが公開後に判明。 番号の所有者は日常生活を送ることが難しいほど24時間メッセージと電話がひっきりなしに送られてくる。10年以上も使っている番号がこんなことになって困惑していると被害を訴えています。制作会社ネットフリックス側は問題は認知しているため解決に向けて努力すると明かしました。そしてゆうやんは自分が同じ立場だったらたまったもんじゃないとコメントを残しました。 2020年上半期放送予定ドラマ、アイランドの主演キャスト4名が確定いたしました。同作はネイバーのウェブ漫画を原作にしたファンタジーアクションドラマ、ジェジュ島を舞台に世界を滅亡させようとする悪に立ち向かって、戦わなければならない運命を持つ人物たちの悲しくてキーな予定を描きます。 世界の終末に備えて悪に立ち向かうも人間と共存することができない悲劇的な存在に育てられた万役をキム・ナムギル様。自分の運命を知らないまま自受党で望まない自粛生活を強いられたウォンミホ役をイ・ダヒ様。ウォンミホ役については当初ソウ・イエジ様やハンソヒ様が名前としては挙がっていましたが、今回イ・ダヒ様で確定いたしました。 そして、バンと共に悪に立ち向かう存在として育てられた、君丹役を孫淳様。壮絶で暗い過去を抱えながら、悪を追い出すヒップなカトリック司祭をこなす、ヨハン役をチャ・ウヌ様。以上の4名が演じられます。制作側は、演技力に定評のあるキャスト陣と、斬新なストーリーを土台に、ジェジュ島の伝説と説話を現代的に再解釈すると予告しました。韓国内でも期待と関心の声が上がっています。 続いても、チャウヌ様にまとわるニュースです。アストロの絶対的センター、チャウヌ様が24歳にして、約5億円のペントハウスを購入いたしました。9月24日、韓国メディアによると、7月にソウル・カンナムク・チョンダムドンにある高級ペントハウスを現金で一括購入したとのこと。当該ペントハウスは23階にも及ぶ高級住宅で、同じ役者からはパクミニョン様なども移住しています。 購入時、チャウヌ様は49億ウォンもの現金を持参し、輝く笑顔でオーナーにお支払いされました。スタジオドラゴン制作のもと、昨年公開された TBN ドラマ、最古だけど大丈夫が国際エミー賞、テレビムービーミニシリーズ部門にノミネートいたしました。アメリカ・ロサンゼルスで開催されるエミー賞は今年で49回目。 長い歴史を持つ代表的な受賞式で、アメリカを除く海外のコンテンツを対象にした祭典です。今回ノミネートされた中で、アジアの作品は同作のみとなっており、もし受賞すれば韓国ドラマでは初の快挙となります。同作の企画と制作を担当したスタジオドラゴンのチーフプロデューサーは、 優れた作品性と美しい演出、俳優たちの熱演まで、三拍子が完璧にマッチした作品で、今もスタッフ全員の心に深く刻み込まれている作品だ。ぜひ受賞の栄光につながることを願っているとコメントを残しました。いや、本当に受賞してほしい。愛の不時着やビンチェンツを、日本でも人気の作品を続々と放送している TBN が、 開局15周年を記念した特別ドラマのラインナップを公開いたしました。週末枠となる土日ドラマからはチリさん、キングダムや神と共に主演の中フン様、星から来たあなた、青い海の伝説主演のチョン・ジヒョン様、トップ俳優お二人が主演を務めます。 チリ国立公園最高のレンジャーと誰にも話せない秘密を持つ新人レンジャーが山で巻き起こる謎の事故を避けながら繰り広げるストーリーを描いたミステリードラマ「トッケビ太陽の末裔」などを演出した監督と「キングダムシグナル」などを手掛けた脚本家がタッグを組み10月23日放送開始です 平日は2作。月火枠からは、魚師とジョイ。ヴィンチェンツオで見事な開演を披露した奥手テギョン様。偶然見つけた春以来、2度目の主演作となるキム・ヘイユン様。お二人が主演を務めます。突然背中を押されるように魚師になってしまった、見かけ倒し美食家の坊ちゃんと、幸せを求めて突き進む朝鮮時代の離婚女性の二人を軸に展開が進むコミカル時代劇ドラマ。11月1日放送開始です。 水木枠からはメランコリア。今年のペクさん芸術大賞で新人賞を受賞。今、ラブコールが止まらないイ・ドヒョン様。シカゴタイプライター恋愛ワードを入力してください主演のイムスジョン様。お二人が主演を務めます。私立高校を背景に数学教師と数学の天才の通念と偏見を超えた数学よりも美しい物語を描くロマンスドラマ。11月3日放送開始です。 韓流エンタメを日々お楽しみの皆様、ゆうやんの韓流エンタメ情報局チャンネル登録はお済みですかインスタグラムでも最新情報は随時更新しておりますので、チャンネル登録、フォローよろしくお願いいたします。それではまた次回のゆうやんのカンドラニュースでありがとうございました。